ナリーが第6節のビジャレアル CF 戦で活躍したバルセロナの MF パブロトーレが今回にレアルベティスへレンタル移籍する可能性があったようだ。スペインメディア、エスタディオデポルティボが現地時間25日に報じている。パブロトーレは2026年6月30日まで契約を結んでいる。動画、バルセロナ FW の芸術的ゴール。 21歳のパブロトーレは、2022年夏にラシン・サンタンデールからバルセロナに加入。しかし、実力者ぞろいのバルセロナの中盤において出場機会の確保は難しく、23、24シーズンはジローナへレンタル移籍。しかし、公式戦29試合の出場で1ゴールと2アシストに止まり、輝きを放つことはできなかった。そのため、 今回もレンタル遺跡の見込みが浮上していたが、最終的にはバルサに泊まることとなった。そんな夏を過ごしたパブロトーレだったが、ビジャレアル戦でチャンスが与えられると、見事に1ゴール1アシストと大活躍。指揮官の期待に応えた。同メディアは、今回に彼を獲得したいと考えていたクラブの一つがベティスであり、 RCD マジョルカなどもこのカンタブリア州出身の若手選手の状況に関心を寄せていたと伝え、マヌエル・ペレグリーニ監督が率いるクラブが、今回にバルセロナから加入したブラジル人 FW ビトールロケに加え、パブロ・トーレの獲得も目指していたことを明かしている。さらに、ペティスは、アメリカ代表 MF ジョニー・カルドーゾが回復したものの、 ポルトガル人 MF ウィリアム・カルバーリョの重傷によって選手層が薄くなっていると記した上でパブロ・トーレはマヌ・ファハルド SD、スポーツディレクターが率いるベティスの強化部が、引き続き注目している選手の一人だと言及し、今後もパブロ・トーレの動向をベティスが中止すると報じている。